ファデック、ファデック、ファデック、またはフェデックとはデジタルコンピュータを用いて航空機用エンジンのすべての制御を行う制御装置である。ファデックはフルオーソリティ、デジタルエンジンコントロールの略であるが、当初はフルオーソリティ、デジタルエレクトロニクスコントロールの略とされていた。日本語では全デジタル電子式エンジン制御装置、全デジタル式電子制御機、 デジタル電子制御装置などと訳されている。FADEC は制御用デジタルコンピュータを中心に、アクチュエータ、センサー、電源回路などからなるシステムである。FADEC は従来の油圧機械式と比べて高い制御精度を持つことから燃費を含むエンジン性能の最適化につながるほか、故障診断機能を備えたり、制御機能の追加、変更を行いやすいため、 エンジン全体の開発や改良の点でも有利である。ファデックが最初に導入されたのはタービンエンジンの制御で後に技術が宣伝されたことでレシプロエンジンにも用いられるようになった。21世紀現在では軍用、民間用を問わず新たに製造される航空機のファデックは安全性確保のために冗長性を持った二重型となっている。 航空機用のエンジン制御装置は長い間、油圧機械式のものが使用されていた。これは、電気回路の部品の信頼性が十分ではなく、エンジン制御装置の故障が航空機の墜落の危険を、はらんでいたため、確実な動作が期待できる油圧機械式が選ばれたためである。油圧機械式では単純な制御しか行えず、航空機の飛行に合わせて、 エンジンの動力性能を最適化するには、航空機関士のような専門の乗りや操縦士自身がエンジン制御を行う必要があり、これらは運用上の負担となっていた。また、エンジン技術そのものが高性能回と進むに伴って、物理的強度や動作温度の実用限界近くで動作させることが求められたが、油圧機械式ではその要求に応えられなかった。 1939年にドイツで開発された BMW-801 にはコマンドゲレートと呼ばれるパイロットがスロットのレバーを操作するだけでプロペラピッチ、二段スーパーチャージャーの切り替え、点火時期調整、混合技能度などが自動調整される機械式アナログコンピュータが付属していた。これはエーベイに強い影響を与え、プラットホイットニーは同様の 自動動力制御装置オートマパワーコントロール自動発動機制御装置を開発した。アナログ式制御装置は日本でも第二次世界大戦末期に海軍航空技術省で機械機に代わり試験的に電気的な制御が研究されたことがある。当初は操縦士によるスロットルレバーによる機械的な連動機構を介した制御であったが燃料流量。 出力多多くの要素を制御する必要があった。その後、電子部品の信頼性が向上すると、アナログ電気式の制御装置の採用が始まった。1960年代、ロールスロイス593エンジンにアナログ電気式制御装置が搭載された。アナログ電気式の制御装置では、従来型の油圧機械式に電気回路を付加した構成をとり、 まだ信頼性が不足していた電子部品の動作不良時にも従来型の油圧機械式制御装置が基本的なエンジン制御に耐えるように考慮され電気式の制御によって油圧機械式では果たせなかった細かな調整が行えるようになったアナログ式からデジタル式に変更されたファデックの登場時には安全性確保のために従来型で バックアップ用の油圧機械式エンジン制御装置、バックアップコントロールユニット、武器も残しておかれた。1970年代末には、アナログ式制御装置は、デジタル式にとって変わられた。NASA とプラットホイット2社は、FADEC の実験を、KAI111 に追加搭載した TF30 エンジンで行い、その結果は、KAI100 と PW2000 に反映された。 PW4000 は最初の商用デュアルファデックジェットエンジンである。21世紀の航空機では蒸気の内の駅と電気系統を二重に持つ二重上調構成になっているが、油圧系統を二重に持つものは少ない。ファデックは電気系統によるセンサー類の入力と機体制御システムから求められるエンジン動作状況に基づいて駅内部で演算を行い、 電気系統や電気系統と通じた油圧系統を電気的に制御信号を力することでエンジン動作を制御する。具体的にはエンジン回転数やエンジン各部の温度といったセンサー情報と燃料計量弁の開閉度制御、イグニッションユニットの制御、可変性御アクチュエーターの制御などである。二重乗長構成になっているファデックでは通常置系統が エンジン制御を担当していて、この動作不良時に自動や手動によって待機状態に置かれていたもう一つの系統にエンジン制御が切り替えられ、ファデックの駅はウォッチドッグタイマーのような自己診断機能によって常時自己診断されており、多くの場合、事故異常を自ら検知してそれが制御担当状態ならエンジン制御が他方へ切り替えれる。二系統ともが異常となれば、 機能不全がより少ない系統で制御が行われるようにプログラムされているものもあるが、いずれにしてもあらゆる動作不良に対応できるものではない。2系統の不良でもエンジンは危険な状態にならないように工夫されている。機体の空力制御を行う機体制御システムでは三0や四への上調性を備えるものも珍しくないので、二0までのファデックはそれほど高い上調性は 持っていない。21世紀の今日では、ファデックを機体制御システムと統合することで航空機のさらなる運動性の向上を求めた飛行、推進系統合制御、インタグレイテッドフライトプリープルションコントロール、i f p ッ c のシステム開発が進められている。戦闘機では、水力変更のズルがその具体的な応用例であり、ヘリコプターでも、 大小ローターの負荷変化の初期段階からエンジン制御を行うことで運動性能を上が意とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。